元禄の時代、戦乱の世が終わり、合戦で名を上げることのできない時代、かつての武士の姿は世に無用のものとなる。そういう時代に剣豪という生き方に魅了される者は後を絶たなかった。日々鍛錬を欠かすことなく、自らの剣技を磨き、ただひたすら剣の道に生きる。わずかな運が生死を分ける。あえてそこまで難しい生き方を選ぶのはなぜか。いつ果てるともしれない恐怖に打ち勝ち、己の持つ全てを一撃に込める。死の恐怖を克服して初めて生き延びることができる世界。君は今まさに剣豪への道を歩み始める。己の思うままに打ち込んできなさい。まだまだ稽古に精進しなされ。己の力の限り打ち込んでみよ。よくやった。次の稽古に進むがよい。